それじゃあ足し算の続き筆算でやっていきたいと思います六十七足す八十四はまた二桁足す二桁なので筆算でやっていこうか一マスあけて六十七くらいを揃えて八十四これの足し算になるんやねそれじゃあまず一の位から 七たす四は十一やね一の位が繰り上がった時は十の位に一と書いてあげますそれでは次十の位六たす八は十四やねでもここに一繰り上がっているからそれも合わせて十五やね十の位が繰り上がった時は百のところにそのまま書いてあげればいい なので答えは151になります。大丈夫かな何が起きたかっていうと今までと何が違うかなっていうと1の位でも繰り上がりが起きました。なので10が1つ増えましたんやね。そして10の位でも繰り上がりが起きて100ができました。1の位でも10の位でも繰り上がりがある。 足し算になっていまあでも今まで勉強したことの組み合わせなので丁寧にやればできるよね。え筆算でやっていけば大丈夫です。それじゃあもう合わせて練習もしていきましょう。まず1番 93+28 は筆算でやっていきましょう位をそろえて。 きれいにそろえて書いてください。これの足し算です。まず1の位から。3たす8は11やね。1の位が繰り上がった時は10の位に書いてあげる。10の位は9たす2。11にまた1を足して11たす1で12やね。 10の位が繰り上がった時はそのまんま100の位から書いてあげればいいなので答えは121になりますちょっと繰り上がりが多いけど丁寧にやれば大丈夫です二番44たす69はきれいに位をそろえて書いてくださいこれの足し算ですまずは1の位から 四たす九はなのでこれは十三やねなので一繰り上がったそしたら次は10の位四たす六はぴったり十やねけどここに一があるから忘れず足して十一になりますなので答えは百十三です丁寧にやりましょう次三番 五五十十七す四はまたこれも筆算でやっていきます位を揃えて書きましょうこれねこれの足し算ですえ、まずは一の位から七足す五はで十二やね十二なので一繰り上がった十の位は五足す四。 九やね。けどここに一あるから九たす一で十になる繰り上がりましたなので十をそのまま書いてあげればいい百二やねちょっとだけ百を超えました五十七たす四十五は百二になりましたそれじゃ次四番三十八たす六十二は 38たす62は位をそろえて書いてください。まずは1の位から。8たす2でぴったり10です。なので1繰り上がった。そしたら今度は10の位。3たす6は9やね。また9やね。けどまた1繰り上がっているからお九 !9 に1足して10になった。 ぴったり100になりました。38たす62は100になるんやね。面白いね。繰り上がりが2回起きてぴったり100になりました。まだまだあるんです。ちょっと頑張りましょう。5番6番これで終わりです。5番99たす3はなんかたす三やったら数えた方が早そうかもしれんけど。 ちょっと練習のために筆算でやってみよう。99+3。三ここに書いてはあかんよ。位をそろえて書くので1の位。しっかりそろえてここは開けてたすを書いてください。こうです。そしたらまずは1の位から。9+3 は12やね。なので1繰り上がった。 それじゃあここ十の位はどうなるかっていうと九をそのまんま何もないってことは足すゼロってことなのでやったらいいんやけど下ろしてきたらいいんやけどここに一あります一繰り上がってななのでこの九と一を合わせて十になるよねなので百の位に一が入って百二になりますなので答えは 百二まあこういう足し算も出てくるんやね。位をしっかり揃えてやりましょう。そしたら最後六番。またこっち一桁やね。九す九十二はこれもしっかり位を揃えて書きましょう。この九は一の位の九やからこの後ろの二と揃えなあかんね。ちょっとスペースをあけてこうやね。 9と2をそろえてください。これの足し算ですここが空いていますこれでもでもやることは同じです1の位から計算します9足す2は11やねまた1繰り上がりましたそしたら十の位どうなるかっていうとここがない0ってことやからそのまんま9やねんけどまた1繰り上がっていますなので 9と1合わせて10です。またちょっと100より大きくなったね。答えは101になりますよと。大丈夫かなちょっと6つもやって大変やったね。こういうふうにして10のいでも1のくらいでも繰り上がるときがあるので繰り上がりのこの増えた1足し忘れがないように丁寧に計算をするようにしてください。